キニャティ役は中連ポートあかりはなです。今回紹介するのは千葉クロノちゃんの動画です。オーラス2着目、1326でトップも見える。この後どう進めていくんだろうね。今日も一緒に見ていきましょう。さあオーラスだね。わしは6400点差の2着目。この手シャーやハツをポンすれば、シャーやハツをポンすれば2000点の天敗にはなるけど、トップを逆転するためには1326以上の相撲上がりが欲しいので、トップを狙うならばこのシャーは泣きたくないなぁと思ってスルーをしました。一品を外したのはそう、このツモによる一気通貫の変化を期待してたのじゃ。こうなればハツのトイツ落としをしながらタブローピンとカンパーピンの受けが残ったイーシャン点にするよ。こうなればリーチ一通ドライチで8000点のリーチが打てるのじゃ。さあタブローピンとさあテンパった、これはダマ点だと5200点でリーチをかければ8000点。トップになるためには8000点必要なので、ここはリーチをかけてカンパーピンリーチ一通ドラ8000点のテンパイにすることができました。この全員が押し返してきそうなオーラスという条件から、おっとこれは来たー、やばい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 、でも勝負だよ、ここは勝負だ。わしだってね、上がれば8000点だ。そろそろね、十分散らされたよ。やったほーら積もった、マンガーじゃん。 This is 一気通貫、いついつじゃん、いついつ2000、4000じゃん。やったー積もったよ、あのハイパイからね、一通に練り上げたのじゃ。一通狙いのいいピン打ちがうまく決まったね。執念のトップお見事なのじゃ。そんなところで今日はここまで。動画の高評価とチャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとうございました。